それではただいまより市長定例記者会見を開催させていただきます。発表の前に記者会の合同があったようでございますので、幹事長にご紹介をお願いします。読売新聞の深澤記者で簡単に自己紹介をお願いします。よろしくお願いいたします。本日より、東京の国際部の方から参りました深澤と申します。実は国際部に来る前には12年ほど、いわゆる昔の政治部、今編成部と申しますが、新聞紙面の作成をずっとやっておりました。その前初日5年間は秋田ですが、秋田は警察と秋田支店をやっただけで、あとはずっとお前の支局におりました。それ以来の、本格的な取材記者に戻ったということで、いろいろ、ご迷惑をおかけするかと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは発表事項について一緒に説明申し上げます。じゃあ改めてこんにちは、よろしくお願いいたします。今日はですね、第3回市議会定例会に上程する議案についてお知らせをいたします。なお午前中に議会運営委員会が開催をされ、今回の定例会のですね、手元の配布の通り決まっておりますので、ご承知を聞いていただきたいと思います。今定例会に提案する議案件数は全体で33件、内訳は予算案が4件、条例案が6件、一般議案が4件、決算関連議案が1件、そして決算の認定が18件となっております。はじめにですね、条例案件等について説明します。資料の1をご覧いただきたいと思いますけれども、まず条例案の1つ目が千葉市国民健康保険条例の一部改正について、保険料率の規定を保険料率の算定方法を定める方式に改めるという、まあ、いわゆる国事方式と言われているものでして、まあ、今までは、まあ、都度必要に応じて保険料率に申し訳をしておりましたけれども、保険料率の算定根拠をまあ明確に定める、そうしたですね、方式に変えるというものでありまして、まあ、政令市の半分以上はすでにこの国事方式に移行しておりますけれども、まあ、千葉市も私になってから2回保険料率を見直していく中 です、ね、最終的にはこうした算定根拠を明確にした国事方式への移行というのを考えておりましたので、今回これを提示をさせていただくというものです。2つ目に千葉市民活動支援センター設置管理条例の制定についてで、市民公益活動の促進を図るために市民活動支援センターを設置をいたします。市民活動支援センターの概要はご覧のとおりです。まあ、すでに全ビルの中にですね、市民活力創造プラザというような名称になっておりましたけれども、公共施設として正式に位置づけをして名称も改めていくというようなものであります。で、次に見ていただいて、千葉市印鑑条例の一部改正についてということで、印鑑登録証明書の交付を受ける際の手続きの特例を定めるということで、括弧1にあります通り、印鑑登録証明書、これ千葉市は市民カードを、印鑑登録証明書の交付を受けようとする際に、印鑑登録証、これが市民カードですけれども、を持参しなかった場合に、まあ、今までは帰っていただいて、もう一回この印鑑登録証を持ってきていただくと、まあ、いう対応しておったわけですけれども、今後は観光者の発行した免許証等本人確認ができるもので、本人確認を行うことによって交付を受けられることとすると。いうものであります。4番目が千葉市ユースホステル設置管理条例の廃止についてということで、宿泊者のニーズの変化、利用者の減少等起きておりますので、ユースホステルを廃止をするものであります。まあ、すでに、ここの部分の活用案について、提案を受け付け入れていく手続きをスタートしているところですので、まあ、それと合わせるような形でユースホステルを廃止をするものになります。5つ目が千葉市保育所設置管理条例の一部改正についてということで、寒川保育所の位置を変更しその後に廃止をするということで、これは老朽化した寒川保育所についてですね、現在の敷地に民設民営方式によって建て替えることが決まっておりますけれども、その民間事業者が建て替えを行う間、この同保育所の位置を変更をするというものでありまして、今まで面積もこれによって広くなりますし、3歳未満児受け入れておりませんでしたけれども、それも受け入れられるようになるというような形で、我々の持っていた公立の保育所
まあ、民設民営の方式にしていく、まあ、そういうものであります。で6つ目に千葉市営住宅条例の一部改正についてということで、町屋団地を廃止をするということで、施設の老朽化に伴い廃止をするものであります、まあ、もうすでに建物等は撤去されておりますけれども、正式廃止をするというものであります。次に一般議案ですけれども、1つ目が工事請負契約について、千葉市立磯部中学校大規模改造工事、ということで、磯部中学校は平成25年4月に旧磯部第一中学校と旧磯部第二中学校を統合し新設をされました。同校は旧磯部第一中学校の校舎等を使用することとしているため、大規模改造工事を施行するものであります。まあ、工事が完了するまでの間は旧磯部第二中学校の校舎等を暫定的に使用をいたします。工事概要等はご覧の通りでありまして、契約方法は制限付き一般競争入札総合評価落札方式で、契約金額は3億3915万円であります。それが2番目の工事請負契約ですけれども、千葉市営住宅宮野木町第1団地第2期建て替え事業建築主体工事ということで、これは宮野木町の第1団地について第1期の建て替え工事を平成21年に完了しておりますけれども、残りの104戸について、建て替えを行うものでありまして、契約金額は10億3950万円、ということで、面積や個数等はご覧のとおりであります。で次にめくっていただきまして、3つ目が指定管理者の指定についてということで、施設の名称千葉アイススケート場です。指定管理者は株式会社パティネレジャーであります。これは今、まさに管理をしていただいている会社が社名が変わったものでありますけれども、新たな指定期間は平成26年4月1日から平成36年3月31年までの1日までの10年間となっております。で4番が指導路線の認定についてということで、26路線を認定をいたします。それから決算関連議案として、平成24年度千葉市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分ということで、未処分利益剰余金を減債積み立て金に積み立てるものであります。これが条例案件等で、次資料の2のですね、補正予算案件について説明をいたします。今回の補正予算は国の待機児童解消加速化プランに位置づけられた認可外保育施設への運営費の助成や、保育士等の処遇改善にかかる経費を追加したほか、生活困窮者対策や住宅用省エネルギー設備等の設置助成にかかる経費などを計上しております。また保育システムの改修及び浄化センター等の包括的維持管理にかかる債務負担行為を追加をしています。規模については、補正予算の規模6億4600万円で、補正後の予算の規模はご覧のとおりであります。次に内容ですけれども、一つに子育て支援ということで、待機児童解消加速化プランの推進であります。これは国が策定したものに基づいて各種施策を実施するもので、一つに認可外保育施設運営支援ということで、これは認可保育所への移行を目指す認可外保育施設、これは先取りプロジェクト認定保育施設と、それから保育ルーム2つありますけれども、それらに対してですね、運営費の助成を拡充するというものになります。まあ、いずれにしても新制度がスタートすればですね、基本的には認可保育所への移行をすることになりますので、まあ、そうした意味でも、これら施設について、まあ、しっかりと移行をできるように運営費を助成をするというものになります。それから括弧2が保育士等処遇改善ということで、保育士等の人材確保対策を推進するために賃金改善を行う認可保育所へ調整をするということになります。それから3つ目に潜在保育士の再就職支援ということで、保育士の資格を有しながら従事をしていない潜在保育士を対象に現場復帰に向けた研修や就職説明会等を実施をするというもので、潜在保育士研修、そして就職説明会、施設経営者研修ということで、こうしたものを実施
それから保育システムの改修として平成27年度から施行される子ども子育て支援新制度に対応するため保育のシステムの改修を実施するものであります。で右に行っていただいて、障害者支援ということで、障害者グループホームとスプリンクラー設置費補助ということで消防法による設置義務のない小規模のグループホーム等に対して設置費を補助するものであります。補助基準、補助率等はご覧のとおりであります。それから自立就労支援ということで生活困窮者対策、これは国の方で一回流れて再生前に流れてますけども、まあ近いうちに認められて可決されると思いますけれども、それに向けてですね、国のモデル事業を活用して生活保護に至る前段階での経済的社会的自立を促進するため相談窓口を開設するほか、就労準備生活改善に向けた支援を実施をするということで、設置箇所は中央区の保健福祉センターと稲城区の保健福祉センターで、実施時期は今年12月から実施をいたします。で2つ目が自立就労サポートセンターの設置ということで、ハローワークとの共同により生活保護受給者等を対象とした就労相談窓口を増設をいたします。まあ、すでに中央区の保健福祉センター内に設置をしておりますけれども、今回花見学区と若葉区それぞれの保健福祉センターに新たに増設をするものであります。4番目に地球温暖化対策ということで、住宅用省エネルギー設備等設置調整で、住宅用省エネルギー設備等の設置に対して調整をするもので、燃料電池 NFR、 そして家庭用蓄電池エネルギー管理システム HEMS、 それから電気自動車需給電設備、それから地中熱ヒートポンプシステムに対して調整をいたします。5つ目が下水道事業で、中央浄化センターと包括維持分割的維持管理ということで、もうすでに実施をしてきて、いわゆる経費削減効果も認められておりますので、次の5年間平成26年度から平成30年度について第3期の包括的な委託を。2番目が南部浄化センターと包括的維持管理ということで、これも同様の話であります。で6つ目にその他右側で、国民健康保険、について国から示された額外ポイントもなう前期高齢者の付近等の増額で、2番目の介護保険は、超過分超過交付額の償還及び、介護給付準備基金への積み立て金であります。で次は最後のページは歳入歳出の予算の内訳等でございますので、ご覧いただければと思います。これが補正予算で、で次に最後に、マニフェストに関する取り組み事業工程等についてご説明をいたします。資料3ですけれども、1期目もマニフェストに基づいて工程表を示してその通りに、工程表を使いながら事業を進めてきたわけでありますけれども、まあ、2期目に関しても、同様にですね、このマニフェスト項目ごとに今後の取り組みの方向性や年度ごとに具体的な工程をまとめた取り組み事業工程表を作成し取り組んでいきます。マニフェスト項目は全部で137項目あったんですけれども、まあ、それを、131事業に整理をして、そしてそれに対して219項目を設定をしております。まあ、市民の皆様方もこれをご覧いただければですね、それぞれのマニフェストの項目を具体的に4年間でどういうふうに進めていくのか、そして目指すべき、成果目標についても、お分かりいただけるのではないかなというふうに思います。閲覧および配布についてはですね、9月の3日の午前9時より開始をして市のホームページ、それから政策企画課市政情報室各役所の地域振興課市民センターおよび市の図書館で閲覧および配布をしています。別紙1に、少し紹介をしておりますけれども、まあ、2期目でありますので、すでに実施計画等でお示しをしているものもありますので、それぞれの事業のうち新規事業数が内訳を
お示しをしております。また工程表の特徴として4年後に目指す成果や目標を数値目標等も含めてですね、極力分かりやすく市民の皆様方にイメージしていただけるようにですね、工夫をさせていただきました。中身の詳細については説明はいたしませんけれども、ある程度どういうことをやっていくかがですね、この詳細をお読みいただければお分かりいただけるのではないかなというふうに思っています。そういう意味で実施計画に基づいているものは粛々とやっていくんですけれども、実施計画等に入れてないものについてはですね、非常に、新たなものを生み出す内容のものが多いので、非常に、その成果を出していくというのはかなり難しいとは思っていますけれども、目指すべき、方向性に従ってですね、成果が出せるようにですね、これ頑張っていきたいなというふうに思っています。私からは以上です。お知らせが1件ありまして、資料にはお手元には配布させていただいてますけれども、ウエストリオの完成についてお知らせをいたします。再開発ビル、西口再開発の、西口再開発ビルのウエストリオがいよいよ10月1日に完成をいたします。ウエストリオは3棟で構成をされ、 JR 千葉駅東口寄りのビルからウエストリオ1、2、3と参入わけですけれども、このウエストリオ2内のコンコースは JR 千葉駅西口改札口に接続する自由通路やペデストリアン的に接続され、24時間通行が可能になります。10月の時点では西口広場は一部の共有になりますけれども、来年の3月までに広場等の整備は完了する予定です。そういうことでですね、ようやくビルが完成するということで、地元の皆さんにはいろいろとご迷惑をおかけしましたけれども、臨海部への玄関口としてたくさんの方にご利用いただきたいと、そういうふうに思っています。私から以上です。はい、それでは各社でご質問お願いします。千葉日報でよろしくお願いします。議案の方でですね、入管条例の関係なんですけれども、はい、これ他の自治体でこのような条例があるのかどうか、はい、ということです。あと確認がです、この登録証イコール市民カードということでよろしいのかということをお話ししたいんですけど、はい、この印鑑条例の話はですね、同様の特例を定めているのは福岡市医師あります。それから市民カードですよね、他にあるんですよ、印鑑登録証。この確認するのいえ、印鑑登録証は我々は市民カードがありえないですね、今は。要は交付時期によってなんか名称が変わるとか、そういうこと。我々はずっと前からは市民カードでやってるから。ない。存在してる。いろんなカードが出るってことはない。印鑑登録証ってないんですか、千葉市って。それは市民カードです。それ市民カードって。我々は。印鑑登録証、別のところ市民カードでは印鑑登録証って持ってる。あとユースホステルの方なんですけども、はい、例えば再生権の利用人数が年間何人で、はい、ピークは、63年、昭和63年って8100人程度で、24年度に決算が大体出てる数字で4400人程度、だいぶ減ってる。要はもう利用が少なくなってきたから廃止しようっていうのは、ユースホステルとしてはだから建物そのものを廃止するかどうかは我々はまだ決めてないわけです。そのユースホステルという使用形態は今の時代にはもう合わなくなってるだろうと。ただそのあの場所にあってキャンプ場とそれから建物が宿泊できる建物があると、それを、新たな例えば事業のあり方というのはありえますのでね、そういうものを提案をしていただければ、その何ですか、建物とキャンプ場両方とも使うという提案もあり得るでしょうし、なければその建物は取り壊すのか何なのかという話もなるしということで、我々はユースホステルとして使うのはまず廃止をするということです。あとちょっとこうマニフェストの方なんですけども、選挙でご伺ったんですけども、この新規事業の中でですね、2、3これだっていうものをあり得るとすれば、これだと、難しいな、これだと、どうですかね。
まあ、難しいのが多いと思いますよ。例えばその市民シンクタンクっていうのも決してその全国にモデルがある話でもないし、あなたにお知らせサービスっていうのもこれも、事例があるものでもありませんし、そういう意味ではですね、あの2期目 の、 そのマニフェストで実施計画に載ってない、すでにあの新規事業に入っているものっていうのは、私自身がそのこれは将来考えるときに必要だけれども、どこにもモデルのないようなものが結構多いんですよ。そういう意味では1期目のマニフェストに比べて、あの実現の難易度というのはかなり高いというふうに思いますね。要するに答えがあったものとは違って、千葉市が全国に対して答えを出すようなものがたくさん含まれていますので、まあ、そういう意味で非常にチャレンジもあると思います。例えばその地域活動団体における女性役員の促進とかも、多分どこの自治体も、まあ、私が知る限り出してないんじゃないかなと思います。その市役所の中 の、 その女性比率を高めるというのは当然どこだってやってるわけですけれども、そうじゃなくて我々はそこと一緒に街づくりをする地域団体の方も女性を増やしていこうという、まあ、これはあの我々が直接どうこうできるものではないですけれども、一生懸命呼びかけをしながら上げていこうというものであったり、まあ、在宅介護、在宅医療の支援の強化というのも、これも1項目になってますけれども、まあ、非常に実は重たい、大きな課題でして、まあ、あの一つ一つどれもあの正直かなり、ハードルの高い、でもやらなきゃいけない内容だと思っておりますので、まあ、これだと言われるとちょっと難しいところであります。じゃあ各社お願いします。これ時間とか、あ、すみません。あの、たくさんあると思いますけど、あの最初はあの補正予算の話を伺いたいんですけど、その子育て支援の中でですね、うん、まあその平和の家族化プランに基づいて実施されている話が、はい、やっぱりその皆様方の実践を出すものというか、特に千葉市ならではのものというのがあるのであれば、ちょっと教えていただきたいと思いますけど、ちょっとあの保育システム改修っていうところでもう一度教えていただいていいですか。はい、あの特徴という意味において言えばですね、もともと私たちそのこの新制度に対する特別チームってだいぶ前から作ってきてるんですよね。だから政令市の中でもですね、この新制度に対するそもそもの準備っていうのは他の都市よりは進んでる方だと思います、まあ、それに基づいて今回家族化プランに我々もこうしてるわけですけれども、まずその一つが認可保育所の移行を目指す認可外保育施設について運営費の調整を拡充するっていうことですけども、ね、これもうほぼ全部に近い施設なんじゃないですか。今2施設だけが販売されてますけども、これはあの規模が小さいってことですよね。元々対象にならない10人以上、ね、それ以外に関してはあの全て一応計上して頑張ろうという、まあ、ものでありますし、それから潜在保育所の再就職の支援でもですね、まあ、あの潜在保育士の研修や就職説明会だけじゃなくて施設経営者研修ということで、あのいわゆるマネージャークラスっていうかね、そういうふうにランクアップっていうか、そういうキャリアアップのところも支援をするっていうことも我々は入れていますので、まあ、そういった意味ではあの非常に、まあ、意欲的にあのラインナップを広げて取り組もうとしているのではないかなと思います。で保育システムの解消の話は今かな、はい、じゃあ再生します。あの27年4月から新しい制度がスタートするわけですけれども、その際に現行のやり方と大きく関係があります。例えばあの支給ですね、保育サービスを受けたい方の、まあ、支給認定事務というのがおります。保育ニーズがどのくらいあるのかといったようなものを認定するわけですけども、こういった新しい手続きを情報システム上を反映したものにしなければならないということで、新制度への移行に向けてシステムの改修を行っています。すみません、あのシステムはあの後で伺いたいと思います。もちろんその認可外保育と保育士とあの聴覚会議と潜在保育士と、だから他の自治体も大体同じようなことを、まあ、するでしょうから、あのもう一声なんかそのマネージャークラスのキャリアアップの支援をするというのが一つあると思うんですけど、うん、もう一つなんか皆様方しかないものがあれば教えていただきたいんですけど、ど
府市制、まあ、多分でも、まあ、都府市制、まあ、国のプランの話だから、あの都府市制が、あのできるわけがないんで、まあ、ただ、まあ、こういうメニューでやるか、こういうメニューでやるか、我々はまあかなり幅広に、あの意欲的に、そのまあ、彼らあの国が用意したメニューの中でも、比較的多めに手を挙げてるっていう意味では、まあ、あのやる気があるんじゃないかなと思います。まあ、我々そもそもその先取りプロジェクト認定、まあ、先取りプロジェクトそのものにかなり意欲的に我々は取り組んできていますので、はい。まあ、我々はね、もう待機児童だいぶ減ってきてますので、はい、よその自治体とはちょっと事情は違うところがあります。すみません、簡単に、まず印鑑条例の方を考えたいんですけれども、印鑑条例は要は、印鑑登録証明書を、まあ、あの受けるときはその要は今後印鑑登録証がなくても大丈夫だということです。あの要は印鑑、まあ、いわゆる市民カードを持ってきてないと、たとえその写真付きの例えば、免許証だパスポートだとかがあってもお帰りいただいてたわけですよ、本人確認ができていても、うん、でそこでどうしてもって俺だという方に食い下がられる、まあ、当たり前だと私思いますよ、その方にとしてみれば、そういう方や方に対しては一旦廃止手続きをその場でしてたわけですよ。廃止手続きをして、でもう一回その場で本人確認ができているものも持ってこられているので、そのままもう一回作るわけです、新たに。で、新しい市民カード、印鑑登録証を渡して、でそれをもう一回いただいて、で、印鑑登録証を出すというようなことをまあやっていたわけですよね。まあ、非常にだからナンセンスなことをやっていたので、であるならば、持ってこ持参できなかった方に関しては、本人確認が写真とも含めてしっかりできるものがあるのであれば、特例としてお出しをするっていう制度を入れた方がお互いの手間がね省けるし、決してそのセキュリティレベルが下がるわけでもないのでっていう、そういう考え方です。確認したいんですけれども、そうするとその市民カードを作るときにこれまでも別に印鑑がなくても作れた、その場で本人が確認できる、例えば免許証 などを持っていれば印鑑がなくてもその廃止をして新たに作ることができるっていうと、市民カード印鑑はないと新しくは作れない、うん、あその時はまた別に何らかの印鑑を持ってる。だから今までの場合印鑑も持ってるし本人も確認できてもその作れなかったわけですよ、はいはいはい、でさらに、まあ、あの印鑑をちょっと言っちゃった方がいいよいやその辺でこうねあの印鑑持ってきてない場合はもうその場で廃止してその辺で印鑑買ってきて、でこれで あったら印鑑登録ってやっちゃって、で印鑑登録証も出せちゃったわけですよ。いろんなだからあの手段が最初はちょっとあんまり確認しなくても申し訳ないですけど、実印じゃなくても作れたんですね。普通の印鑑その辺の3番みたいなのも別に作っちゃった。登録すればちょっと自治体によってちょっとね考え方まだ違いますけど、基本別に実印じゃなきゃダメってしてるところはないと思います。ないですね。あこれって何かあのその考え方以外にですね、なんかシステム的に難しいものってあったんですか、できないことっていうのは。これはあの国の方が、あのいわゆる自治体に対してこの印鑑、証明登録証明書を出すときには印鑑登録証を提示をしてもらわなければならないっていう、まあ、そういう文言があったわけですよね。でそれをあの自治体がそれを真剣、まあ遵守をして現場でこうさっき言ったような不合理な話があっても改善をしてこなかったわけです。これは法律ではありませんので我々は条例で規定をすればできるわけなので、 それはじゃああれなんですか、あの国からの法律じゃないというのはその法律よりは下のなんていうんですか、行政的な条例で定めることができるようになってるんです。この条例もですね例外なんです。例外、あくまでも例外、本則はそうじゃないんですよ。これは結局ですね、その、印鑑証明の場合ですと代理で取りに行く人もいますよ、ね、代理で取りだからこれは当人でなくてはダメだということの例外ですよね。当人の場合に限って例外として認めるという、要するに条例の改正をしますと、はい、当人確認ができる、本人が来庁してその場合だけだと、
あの国に文言が当たってるのは何ですか。法律は存在しない。印鑑登録事務というのは法律が存在しない。通知条約レア。法律が存在しないんですか。これ存在しないから不思議な日本の制度なんで。通知通達レベルだから条例で定めればできるってこと。でレッドフレームであれば。ただ市民カードさえ持ってれば何もあといらないんですよ。今までこれわからん。これわからん。現物持ってなくていいんですけど、カードさえあれば出して。あれ、小屋敷についてる。小屋敷についてる。カードついてない。実家なの実家。まあ、それが最初市長が言った。印鑑登録事務っていうのは、非常にあのそういう意味では、いろいろ考えさせられる制度なので。怖いです。すみません、ちょっと。その印鑑登録も、まあ、要は今後、他にも例えば手続きが廃止できるものがあればしていきたいというのは印鑑。そうです、まあ、我々もともとその印鑑もそうだし、まあ、印鑑登録を印鑑証明書をまあ我々がもらうという事務はまあかなり少ないですけれども、まあ、いずれにしてもその印鑑そのものをまあ我々としては必要ないものはね、セキュリティレベルが落ちないものに関しては積極的に、利便性の高い方向には持っていきたいという、まあ、印鑑登録証の話は、あと印鑑登録証明書の話は、まあ、どちらかというと国であったりね、法務局であったり、まあ、そうしたところ その見直しとか必要な部分だとは思います。あと、ニュースオーステの方聞いても、はい、ちょっと皆さん、お話しかけたらいいですね。施行が、施行が4月1日ということなんで、それ以降は、今後、どうするか、今、提案を受け付ける手続きを始めているということなんで、今後のその、なんか、ロードマップみたいなのがあります。もう今、8月12日から募集を開始、募集を告知したのか、それで21日から11月の11日まで、今、受付をしている提案型で、でこれでもし出たものの中から選考してですね、できれば27年の4月1日のオープンを目指して、まあ、整備は必要な場合ですけども、この整備をしていこうということです。で26年の4月1日にこれ実は千葉市の公の施設といって条例に設置しておりますから、この公の施設ではなくなるということ で先ほど市長が申し上げたように建物はありますから、公園の中にある施設として管理されるということになります。ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。すみません、すみません、来たばっかり、もうこれかつて、説明されているのかもしれないですが、ウエストリオについて、これ、事業主体が市で、その土地を市が持っていて、それをこの、特定建築者というのが、その権利を取得して、さらにその各ホテルだとか、そういう保険会社が取得するという形式を取っているんですね。で、下の方にはまたなんかいろんな店舗って書いてあるんですが、これ、いろんな店舗とかどれくらいあるとか、どういうものがあるとかっていうのも発表されているんでしょうか。ですね、災害時のスキームは枠組みはさっきおっしゃった通りです、はい、市が土地を取得してまして、はい、まあ、その上に特定建築者ということで民間 の業者公募しましたけども、はい、出ていただいた会社が建物を建てて、建てられた方が自ら使うところもありますし、別 その一層に農園会社に譲られる場合もあるということですね。それから店舗ですけども、これ3棟ございまして、 HNA さんでございますけども、 H が、これがですね、ここに書いてあるんですよ、ロイヤルエースさんという、会社が、ホテル店舗やられるということですの で、で A さんとのところが北生命さんが、まあ、自ら入られたり貸し事務所等や店舗やられるということで、こちらについてはそれぞれテナントも探されているので、私どもも今はっきりとここが入るという話までは思っていませんが、A3 棟という真ん中 のウエストリオ2かすみません、2ですね、これは市が所有して、もともとの権利をお持ちの方にも入っていただくんですけども、こちらは事務所店舗ですけども8割方を埋まっているというのが今の状況です。で、まあ、中は、まあ、駅前のビルで、まあ
スターみたいなものですとか、あと商業、あと飲食ですとか、あと一部事務所の方は、まあ、なんて言うんでしょう、個人の、両団の事務所に変えられるというのが今のところだと思います。これ、東口と同時に伝わるんでしたっけ？もう10月1日から向こうと一致できるんでしたっけ？いや、まだできません。はい、ですね、今回は千葉駅の今の平戸西口、東京側の方から階段を上がって上に上がったところ の、今すでに十数路ありますけども、まあ、そこに直結します。で、まだですので東口の方とは直接そこでは行きできませんけども、今JR さんが千葉駅の建て替えをやられてます。で、ですね、駅が確か平成28年ですかね、駅がオープンしますけども、その時点では今JR の千葉駅は東口に出る方は一旦地上に降りてですね、ホームから車駅に出ますけども、コンコースで3階に上がります。そうするとその時点では3階からそのままこの西口の方の今ある既存の自由通路にそのまま出れるようになりますので、レベルでいうとその時点でつながります。でただ一度拉致に入らないとですね、こう抜けられない形にはなるんですけど、将来的には駅ビル の方の中で少し外を回ってですね、西口の方から東口までビルの中を通りながら拉致に入らないで抜けられる形にもなる予定になっています。はい、こちらです。他に、はい、だったんですけど、今後はその市の要請で委員会の進むものを、まあ、ちょっとなくしていきたいというようなお話で、どうしたのか、はい、今、市のという準備の手続きで、委員会の進むのを、もうだいぶ減らしてはいるんです、昔はよく院って書いてありましてね、ただ単純に印鑑をさせるというのは非常に多かったんで、あれはもうほとんどやめさせてるんです。ただ契約に近いものとか、当然補助金の申請とか、そういったものは逆に言うとですね、まあ、印鑑をしてもらうなり、相手方の確認をするのを賞をつけさせるというのは原則ですから、まあ、その辺はありますけども、今、またみんな補償を始めてるんですので、どの程度までやるかは分かりませんけども、できる限り減らしてます。例えばですね、まあ、あれですけど、例えば自治会長さんが何か区役所来て何か申請とかやるときも印鑑を持ってくるの忘れたらもう一回書いてもらいます。それも、まあ、印鑑によってはね、ね、まあ、昔は印って書いてあったのか多かった、それはなくして一回考え直せばいいと思うんですよ。印でないといけない理由は何か、その印鑑登録は、印鑑証明はこれちゃんとした意味があるわけですけれども、そうじゃないものに関しては、その印鑑のサインというのはそんなに大きく差があるわけではないので、まあ、一個一個の手続きしっかり考え直してですね、利便性が高まるんだったら、それを考えると、まあ、それをちゃんと一個一個この機会にやると、まあ、いうことだと思います。もちろんね、印鑑が必要な時も当然これはあると思います。他に、その課題を解決するにはどういうことをやらなければいけないのか、また、まあ、日本国外だとか他のそういうところの状況とかの研究、まあ、そういったものをしっかりやっておくという。新都心室っていうところが今所管をしております。
ただそれは IR を専門的に検討するところということでは、これ西口のビルはですね、完成するのは分かるんですが、ここでオープンすると考えていいんですか。要するに使い始まる、この日に。あれ難しいですよね。その結局その共用をお渡しをしても、そこから自分の思い入れのある内装を作られる方とかもいるので、その10月1日にまず引き渡してることですかね。そうです、引き渡しをして、そこでも準備万端に始める方もいらっしゃるし、そこからスタート の個人の方もいらっしゃると。ただ、基本的にその対外的に見てみれば、そのフェデが通行できるようになりますから、そういった意味では間違いなく10月1日がオープンだと。前から今年の秋というところで聞いてたもんですから、はい、例えばこの、サンルートホテルだったらもうオープンの日取りが決まってるんですか。もう10月1日オープンになるんですか。13日ですか、はい、なるほど。やっぱこの辺が一番イメージ的に動き出したなというイメージにね、一切人が事務所とホテルだろうと思うんですよね。基本的にはその公共スペースが完成して、その共用を開始して、ビル自体は引き渡しになりますよというのが10月1日になるというふうに考えてほしいですね。はい、ありがとうございます。若干に、はい、ですか。すみません、マニフェストの方なんですが、これちゃんと読めば分かるのかもしれないんですが、半年前でも以前にも、この進捗状況ですとか、こういう的に持って出てると思うんですが、この検討準備段階というところと実施段階というこの色分けのところなんですが、これよく見たら前回と変わっているところというのもやっぱありますか。その例えば26年の実施段階、いわゆる検討段階としていたものが実施段階に今回変わったりとか、その辺の変化はこれありますかね。これ一個一個前回今お話しのはその1期目のマニフェストのお話だと思うんですけど、今回はこれ全く2期目のマニフェストで新しく同じ項目がないありますか。1期目にもあって2期目にも盛り込まれている項目で、例えばその1期目でできなくてちょっと伸びちゃってここで26年度に入ってますみたいなのっていうのもあるのかどうかなんですが、ちょっと厳密にそこはチェックはしてないんですけれども、ただ基本的に新しい視点で、同じ事業名でも新しい視点を入れて取り組み項目というのを整理してますので、そこは全く同じものをそのままこっちに移動移してきているということになっているものはほとんどない。あんま入れてない。基本的にこうなんか1期目で基本的にほぼ実施をして、できないものはもう時期の問題じゃなくて、自分自身もこれやらない方がいいって決めたものなので、それがこっちに入っているっていうのは、基本的にはない。項目自体はご覧になっていただいた工程の方が出していただいた、今回新たに出していただいた2つ目のマニフェストに関して、そうですね、はい。多分ね、これ読み込んでいただけると、ああなんだこういうことやんだって思っていただけるものは結構この中に大体詰まっていると思いますよ、正直言って。さっきの IR の話なんですけど、やっぱりその可能性と課題について実現について、実現してその可能性と課題について研究を進めますっていう、割とこう突っ込んだ表現になったのは、私の記憶が初めてかなと思ったんですけど、そうかですか。だからもう私はマニフェストに入れた時点で、もうそれやる前提の基本的な検討ですから。ただ要はその国会の方で、そう、もちろん法律の成立と、それが前提条件ではありますので、ね、書かれていることは、この固定費用の前に前出した段階で書かれている内容だと思うんですけど、予定したよりだいぶ早めたとかですね、この間選挙の時よりはちょっと長引きそうだったですね。なんか時期的にだいぶ動きがあったものってのはあるんでしょう、法定っていう段階で。131ぐらいこう、我々もこう全部多分書くという形にならないと、もしそういったものがもしあるんだったら、次のチャンスでいいかなというのもあって、
なるほど。いや、どうですかね。あの議論の中で、あのボリュームが膨らんだものはあっても、なんかこう後ろに倒したとかってあんまないの。基本的にマニフェスト項目で、まあ、こういうことまでやりますということはこの4年間でやるっていうことで出してますので、それを具体的にこう落とし込んだっていうふうに。逆にあの今の追加でボリュームを増やされた、そういった面で何かあの選挙の段階と違うものとして何か、ね、なんと見たんで、まあ、選挙的にお見かけした内容をやっぱり作りたいなという形だと思うんですけど、うん、いや書きぶりを他にその具体的にもっとたくさん詰め込んだっていうのは、まあ、ありますけれども、ね、まあ、大体今日の時に大体もう想定している通りなので、文言がそんなに変化したりとか後ろ向きになるとか、そういうのはほとんどないんじゃないですか。特に本当に、秘書の中で、選挙の段階でちょっとこの辺は言いにくかったけど、もう意気に決まった以上は踏み込んだ。いやー、大体もう選挙の時にね、言っちゃってますからね。わかりました。 IR の実現に向けてというのも、はい、これも選挙の時には実現に向けてという文言が入ってます。多分入ってますし、多分新聞社さんとかのアンケートに関しても基本的にその実現性に向けてあの研究をしていくみたいな感じの回答にしていたんではないかなっていうふうに。まあ、あのこれ、まあ、どっちでもあの局長言ったように実現できるかできないかというのは国だったりいろんなもう要素があるわけですが、我々とすれば少なくとも実現できる方向で、内容だとか課題だとかをしっかりと研究をしておくという一歩は踏み出すということです。これまでその市民や県民 の, あのなんか議論が深まればそういったところまで行くみたいな、そこまでそういったことに関しては変わりつつあるという認識で。そうですね、あの議会の答弁とかでも少しずつちゃんとあの変化をさせてきているわけですけれども、まあ、あの民間の方からもあの経済団体等からもさまざまな形で提案をいただいてますし、まあ、具体的なあ取り組みも、ね、行われてきてますので、それ一つ評価を我々としても受け止めています。まあ、もちろんそれだけじゃやっぱりダメで、もう少し幅広い市民の皆さん方の理解も必要だと思ってますので、まあ、そうしたものについてもその研究しながら、じゃあどういうことを、ね、やっていくべきなのかということもですね、ここでしっかり私は洗っていきたいなというふうに思っています。よろしいでしょうか。あ、そうだ、財政的なものってすごいなって、まあその僕はその財団だったりとか、あの、うん、実装財政、うんうん、そういったのはマジベストの分かりながら、やっぱりでね、もうあの財政健全化プランの中にそれを落とし込むことになっているので、まあ基本的に例えば4年間で400億円被災を出すとか、あの将来負担比率は例えば200ぐらいまで持っていきたいとか、まあいろいろあるので、それは財政健全化プランの中であのそれは落とし込む。他によろしいでしょうか。別件でもいいですか。もうで、すみません、あの多分1週間後ぐらいにあの2020年のオリンピックの出荷会場がどこになるか、はい、ということが決まりますけれども、はい、仮に東京ということが決まった場合に、まあ、千葉というのは東京に隣接していろんな意味で、はい、その利便性とかもいろいろあるかと思うんですが、まあ、仮になんてあれなんですが、東京というふうに決まった場合にですね、千葉市としてやっぱある意味ビジネスチャンス的な面もいろいろあるかと思うんですが、決まった場合にはなんかこういうところで千葉そのアピールしてこうなんか例えば招致をしたいとか、何かそういうもののプランみたいなものがあればちょっとあの教えてもらえますか。これはもう非常に大きいあの話だと思っていて、もし仮に東京ということになればですね、我々そのキャンプ地も含めてです、いわゆる東京にも
交通上近くて、まあ、空港にも近くて、かつ我々は大規模な公園だったり、まさにこのユースホステルがあるような昭和の森なんていうのはですね、まあ、高橋直子さんも、ね、かなりアスリートがいろんな方が愛用されているような場所でもありますし、まあ、そういった意味ではかなりいろんな広いスペースが、そう提供できますので、ね、まあ、そういった意味では我々は十分にですね、もし東京ということになればですね、まあ、各国に対していろんな提案を語りかけをさせていただくことになるだろうというふうに思いますし、まあ、何よりビジネスチャンスということもそうですけども、やっぱり何よりそのオリンピックの本質であるやっぱりスポーツ文化、これのですね、その促進という意味においても私は非常に重要な取り組みを、まあ、やっぱりしていけるんじゃないかと思います。よろしいでしょうか。では以上をもちまして、記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。